ありがとうの魔法のカレーライス。ある日、オーナーのヨウコさんが家でカレーライスを作っていました。そんな中、ロボボンのミラクルがやってきました。ヨウコさん、いい匂いがするなぁ。何を作ってるの？ねえ、ミラクル、今日は特別な日なんだよ。ありがとうの日なんだよ。ありがとうの日？それってすごくいい日だね。ミラクルは興味津々でヨウコさんのそばに寄り添いました。それじゃあ、ミラクルも手伝ってくれる？一緒にありがとうの魔法をかけるよ。いいよ。どうやって手伝ったらいいの？ヨウコさんはミラクルに笑顔で教えます。まずはじっくりとカレールーを煮込むんだよ。そうするとありがとうの魔法がかかるんだ。ミラクルは真剣にカレールーを煮込むように教わりました。するとカレールーがとろりと濃くなり、美味しい匂いが広がります。よし、次はご飯だね。お米を洗って炊くんだ。ミラクルはタッパとお米を洗い、炊飯器にセットしました。ありがとうの魔法、かかるかな？きっとかかるよ、ミラクル。君が手伝ってくれたからね。美味しいご飯とカレールーが出来上がり、ヨウコさんとミラクルは一緒にテーブルに並べます。よし、いただきます。お箸でカレーライスをすくって、ヨウコさんとミラクルは美味しそうに食べました。ありがとう、ミラクル。君がいてくれて本当に嬉しいよ。こちらこそ、ありがとうの日を一緒に過ごせて幸せだよ。ミラクルとヨウコさんは笑顔でお互いに感謝し合いました。ありがとうの魔法のカレーライスが、二人の心をほっこりと温かくしました。物語は終わり。おしまい。どう？なかなか面白かったでしょ？そうだね。お疲れ様。お疲れ様。明日も頑張ろうね。はい。ありがとう。はーい。どういたしまして。